西学院大学対近畿大学戦より関西学院大学のワイドレシーバー阿部拓郎選手に来ていただきました。お疲れ様です。ありがとうございます。まあ、前節神戸大学に痛い思いをしましたが、今日は立ち上がり素晴らしかったですよね。そうですね、まあ、奥野光成と鈴木海斗が、まあ、1プレー目からすごい準備して決めてくれたパスで、まあ、オフェンスとしてファーストシード取るっていう風に決めてたんで、ファーストプレーからタッチダウンにつなげることができてすごい良かったです。そして第1クォーター、阿部選手への2本のタッチダウンも決まりましたが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、これもしっかり準備して相手近畿大学さんの DB に対してどうやって、まあ、抜いてどうやってタッチダウン取るっていうのをしっかり考えて奥野とやってきた結果が、まあ、結果につながったことがすごい良かったです。まあ、前節試合の後に、まあ、4年生だけでのハードルすごく印象的だったんですけど、まあ、ここからこれまでの2週間どのようにここまで立ち上がってきましたか。そうですね、まあ、4年生の中でもやっぱり人数多くて、まあ、その中で埋もれている4年生がすごいいたんですけど、まあ、そういうメンバーをしっかり、4年生という立場で、まあ、しっかり後輩たちに姿で見せれるように、まあ、変えていくことで、まあ、チームの底上げを図ってやっていきました。結果的にはいかがでしたか。そうですね、まあ、4年生の中でもしっかりやるメンバーも増えてきて、でそれがやっぱりミスをやっぱ減らすことを常に考えてやってきたんですけど、まあ、そういうことにつながって、その結果が、まあ、試合につながったのがすごい良かったです。そして、まあ、この後のリーグ戦またさらにメンバー強くなります。次節関西大学との試合、意気込みをお願いします。そうですね、今までやってきたチームの中でもすごい強い相手で、で、まあ、去年も引き分けに終わっているチームなので、まあ、今まで結果残せてない、まあ、ファイターズですけど、まあ、しっかり次の次戦の関西大学戦ではしっかり、まあ、オフェンスとしてファーストシーズンタッチダウン取って、まあ、チームに流れを呼び込んで勝ちたいと思います。それでは最後にファンの皆さんへのメッセージお願いします。いつも、応援ありがとうございます。関西大学戦でも、しっかり僕がタッチダウン取ってオフェンスを引っ張るので応援よろしくお願いします。ということで、関西学院大学からワイドレシーバーの阿部拓郎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。